RQ-20RQ-20 はエアロバイロメントのピューマ AE をアメリカ軍が採用した無人航空機。2011年アメリカ陸軍はすでに2008年にアメリカ特殊作戦軍に採用されていたピューマ AE の採用を決定。2012年3月27日に約2000万ドルの購入契約が締結され、型番として RQ-20A が与えられた。さらに4月には空軍及び海兵隊にも採用されている。2012年8月の時点で100機がアフガニスタンに投入され、129機が追加予定となっている。以下は、原型機であるピューマ AE の要目である。出展、p ーマ AE データシート。初言性能 AB、プーマ AE、案。 オールエンバイロメントミニ UAV。ディフェンスインダストリーデイリー。2012年9月21日。閲覧。US アーミープレイセズ20.4ドルミリオンオーダーフォー。エローバイアンミント RQ-20。エープーマエイスモールアンマンドエアクラフトシステムズ。エローバイアンミント。P A e、2012年9月21日。閲覧。US マリンコープスファースト2プロッケア4ディファレント。 エローバイアーンミントスモールアンマンドエアクラフトシステムズウィズ5.5ドルミリオン RQ-20A プーマオーダーエローバイアーンミント2012年9月21日閲覧キンバリー・ジョンソンアフガニスタン・イズ・ザ・プルービング・グラウンド・フォー・ユーエス・ケーパビリティ1105メディア・インク2012年9月21日閲覧プーマ AE データシート エローバイアーンミント2012年9月21日閲覧ありがとうございます。